楽器制作系 DIY チャンネル、太田くんの手作り工房です。今回の動画はトラスロッドのインストールです。この動画も長くなりそうなのでちゃっちゃっといきますよ。ご飯の歌が歌えなかったのが無念です。今日の作業は前回トリマーで削り出したネックにトラスロッドを埋め込みます。トラスロッドとはこのような鉄の棒でネックに埋め込むことにより弦の張力によるネックの反りを調整してやる機構のことです。大抵のスチール弦ギターにはこの機構が備わってますが、クラシックギターやフラメンコギターなどガットまたはナイロン弦のギターには入っていないことが多いです。今回使うものは eBay で6本セットで買ったもので1本あたり300円の激安品です。特に性能的に問題があるわけではないし、ハイコストパフォーマンスという理念にふさわしいので採用です。それではロッドの長さを現物合わせでネックに書き込んでやりましょう。こんな感じでマーキングしました。自分が分かればいいだけなので適当にちょこちょこっと書いています。ロッドの寸法を測ってみます。ロッド径は6ミリ、高さが約9ミリ、ナットの直径はおよそ 7.8 ミリほどです。ネックへのロッド溝彫りにはこのような自作ジグを使います。このようにジグにネックをセットをしてやり、ルーターをジグに沿って走らせてやります。これでネックの中心に溝が掘れるというシステムです。使用するルータービットは6ミリのストレート、これがロッド溝にぴったりなんですよね。それではルーターで溝を掘りましょう。ネックの中心線の上にビットが降りているのがわかると思います。いきます。ルーターのフランジ機構を使ってビットを下げます。ルーターはこのフランジ機構が便利ですよね。今回は溝の深さは11ミリにするのですが、とても1回でそんな深さは掘れません。私は2ミリずつの深さで掘り進んでいくことにします。多分ルーターの性能的には1回で掘ることは可能だと思うんですけど、私は結構ビビりなので少しずつしかできません。怖くてね。はい、一直線に掘ることができました。まずは一安心です。それではどんどんと掘り進んでいきましょう。これは3回目ぐらいです。4回目かな。ラストです。掘れました。
今回は何も失敗なく掘れたのでほっとする太田くんなのでした。うん、いい感じに掘れていますね。我ながら惚れ惚れしますよ。トラスロッドを埋め込むためにはネックエンドにロッドナットの穴を開けてやらねばなりません。使用するロッドが棒1本のシングルタイプなら話は簡単なのですが、使用するようなダブルタイプの場合は位置決めとか何かと面倒です。そこで簡単な図面を書いて数値を確認する太田くんなのでした。こういう頭を使う作業は本能のままに生きている傾向の強い太田くんには苦手なことなので、なんだかブツブツ言いながら測ったり書いたりしていますね。決定。どうやら位置が決定したようです。穴の中心地点にポンチでマーキングしてやります。これでドリルビットの先端が逃げなくなるわけですね。それでは電動ドリルでトラスロッドナット穴を開けてやります。勘のいい方ならお分かりかと思いますが、ドリルビットの回転が逆回しです。これでは穴が開きません。太田くんは間抜けなやつだなと思う方も多いことでしょう。しかしこれにはちゃんとしたわけがあって、逆回しでドリルビットの跡をつけてやることによってチップしてささくれだったりすることを防ぐためです。こういう気遣いの小技は後々紹介しますが、私のお師匠様から盗んだものです。逆回転でビット跡をつけたら正回転にしてナット穴を開けていきます。斜めに穴が開いてしまうと大変です。ルーターで掘ったロッド溝と一直線にしなければなりませんので、相当慎重にやっております。昔ボール盤を用いてまっすぐに穴が開くようなジグを作ったことがあるのですが、セッティングするのにものすごく時間がかかってしまって、セッティングに30分、本番10秒。確かに綺麗にはできるのですが、なんかアホらしいので、ここは己の腕を信じてドリル一発でやるようになってしまいました。はい、ナットの穴が開きました。ではロッドの仕込みなのですが、入りません。ああ、忘れていました。ナットの付け根が8ミリ系でちょっと太かったでした。ここはのみを使って少し溝幅を広げてやります。溝が広がりました。これでロッドが入ります。それでは改めてロッドのインストールです。ワッシャーをはめて押し込む。ねじ込みます。適当なレンチを使ってロッドが溝に密着するように押し込みます。ナット
戸を最後まで閉めて、できました。トラスロッドのインストール完了です。無事にトラスロッドのインストールができました。この作業はどちらかというとあまり好きではないんですよね。いろいろとミリ単位で細かいことをやらなければいけないので、単純なちょっとスモーシンタイプの私にはあまり向いていないんですよね。さて、トラスロッドを埋め込むことはできましたが、今度はその上に蓋をしてやらなければいけません。したがって次回の動画は自動的にその作業となります。この作業も私の苦手なカンナを使うので気が重いのですが、元気に頑張りますので引き続きご視聴よろしくお願いいたします。ご期待ください。このように当チャンネルではギター制作風景をほぼリアルタイムでお届けいたします。ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。スマートフォンでご覧の方々は動画下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いいたします。チャンネル登録よろしくね。 SNS のフォローもよろしくね。できれば動画の拡散もしてくれたら嬉しいな。でも見てくれてありがとう。 Yeah, yeah.